ヤクルト金久保投手に怪我疑惑が浮上。6月20日に2軍で4イニング投げて以降、約1ヶ月実戦登板なし。この期間は雨や日程の影響で2軍戦が少なかったので、その関係で登板がなかっただけだと推測していましたが、怪我疑惑が強くなったのが7月20日から3日間の2軍戦3試合。多くの先発候補や1軍リリーフが登板するも、金久保投手の登板はありませんでした。まだ怪我だと確定しているわけではありませんが、エキシビジョンマッチなど特に動向が気になる投手の一人、他の選手の紹介動画も上げてるからチェックしてみてね。